はいどうも大勢秋葉でございますということでですね今回もやっていこうと思うんですけどもねちょっとねコロナウイルスがねもう470何本になったみたいな感じで、まあ、すごいねちょっと最近こうコロナウイルスね大変なことになってるわけでございますけど東京がね東京のでなんかねやっぱその全国の感染者っていうのも増えててねなんかもうどうなっちゃうんだろうっていう感じでございますけどね今回はですね久保田俊信入門ということで久保田俊信さんにちょっとねついてちょっとフォーカスしていこうかなというふうに思いますけどもね音楽偉人伝としてちょっとやっていこうかなというふうに思いますけどもねやっぱね皆さん久保田俊信さんまあ皆さんもちろん知ってる方ほとんどだと思いますけどもまあまあラブソングとかねあとナオミキャンベルのねあとまあミッシングとかねまあそういった曲でかなり有名じゃないですかねあとラブレインとかねまあそういったものでかなり有名でですねまあすごくヒット曲っていうのめちゃくちゃあるんですけどもですねそれとですね同時になんといってもですねやっぱその歌唱力という面ではねとてもですね評価されておりですねなんというかその歌のそのね歌のうまさっていうのももちろんなんですけども歌のグルーヴ感とかねやっぱそういうのもちょっと日本人離れの才能を持ってるというかね R&Bのパイオニアでありですね、まあ、そのグルーヴっていうものをこう日本で体現してる方でございましてねすごくやっぱりこの R&B とかソウルミュージックとか、まあ、そういったブラックミュージックみたいなものがねすごいやっぱ長けてらっしゃる方で本当に日本人離れしてるようなねすごい才能を持った方なんですよねで僕もなんかこう洋楽を聴いてる感覚というかねやっぱそのグルーヴ感がね何とも言えないこう世界観を作り出していてですねなんかすごいやっぱおしゃれだしちょっと日本の歌とはちょっとね次元が高いところにまで行ってるような感じがあってねそしてもうなんといってもその歌い方とかもねすごい色気があってね僕大好きなわけでございますけどもねということで、まあちょっとどんなね、あのキャリアを積んできたのかということをですね、結構初期の方を中心にね、喋っていこうかなというふうに思います。はい、ということで、久保田俊信さんでございますけども、静岡県出身なんですよね。で、父親が青果店を営んでいたらしいです。やっぱりこの音楽のルーツというところでね、まあ僕いろんなミュージシャンのね、その音楽のルーツを結構辿ってるんですけども、やっぱりですね、R&B とか、まあソウルミュージックとか、まあそういったもののね、パイオニアである、日本におけるパイオニアである久保田俊信さんにね、おいてはですね、やっぱりそのスティービーワンダーというものがねやっぱすごくねやっぱ影響を受けたらしいんですよねやっぱ R&B とかソウルミュージックにのめり込んでいてスティービーワンダーを聴いていたということでねやっぱそうかなとなんとなくね確か、R&B とかまあああいったものがねすごいあのグルーヴ感がね長けてる方なんでねまあそういうのをずっとね中学から聴いてたっていうねまあそういうねなんかこの頃聴いてた音楽体験っていうのがやっぱ後々その人の音楽性をやっぱりね決定づけてると思うんですよねだからまあそういったそのグルーヴ感っていうのもこういう風に自然とやっぱ身についていったのかなという風に思いますけどもあとですねまあ、同時期にですね、姉の影響で沢田研二さんなんかもねやっぱ時期的にね世代的にやっぱ聴いてたということでねまあその日本の曲も結構聴いてたということでまあいろんな曲を多分吸収してああいった才能が生まれたのかなというふうに思いますそして駒沢大学にね、進学するんですけどもそこで軽音楽部ロック研究会に所属したということでございましてですね、そこで出会った羽田一郎さんまあ今はで、ね、あの音楽プロデューサーとかでね活躍してる方なんですけどもそのアマチュアバンドを結成するんですよねホッテントットという名前でございますけどねこのホッテントットってこれもなんかちょっとなんか久保田さんらしいというかちょっとなんかね違うところをついてきてちょっとおしゃれなとこついてくるみたいな感じでねすごいなんかこの才能かなと思いますけども1982年のですねヤマハ主催の音楽コンテストイーストウェスト82というものに出演しベストボーカリスト賞を受賞するわけでございますまあこのイーストウェストっていうのはねサザンとかですねシャネルズとかまあそういったすごいね、そうそうたるメンバーが過去に出ているということもあってすごい有名な、まあ、コンテストなんですけどもね、この頃からですねアフロヘアに口ひげっていう形に、なっていくわけでございますけどもねで頻繁に結構髪型を変えてたっていう感じでさすが、まあ、ミュージシャンって感じしますよねはいそして大学のゼミではですねアフリカ研究会というねものに所属してたらしいんですよね好きな音楽のルーツがやっぱアフリカだったわけでございましてねそのブラックミュージックとかまあそういうのが好きだったのでこうアフリカ三昧で楽しかったということを言ってるんですよねで卒業論文もですねアフリカの音楽をテーマにしたらしいんですよねやっぱこうのめり込んでたんですねあの音楽っていうものにねでやっぱこう好きなもの好きな音楽のジャンルというものに対して愚直にこうのめり込むみたいなものがねまあ才能というかこう知らぬ間にこうブラックミュージック的なこう可能性を見据えてたみたいな感じでやっぱりねそこがすごいなというふうにつくづく尊敬するわけでございますけどもはいそしてですね1985年にアマチュアながらですね音楽業界の注目をねやっぱ浴びるわけですよもうこれだけねやっぱ才能がある方なんでねで TBS ラジオのサーフ&スノー
という番組のですね、サウンドステッカーを制作担当するわけでございます。このサウンドステッカーっていうとですね、まあ簡単に言うとですね、ラジオのこう CM に行く時の音とかですね、とした音楽みたいなね、ジングルとかですかね、まあそういったものをね、制作担当するわけでございます。そしてですね、田原俊彦さんのシングル曲華麗なる賭けとかですね、僕を書いたりとかですね、岩崎宏美さんの曲を書いたりとかいうことでですね、まあそういったその楽曲提供ということもしていくわけでございます。そしてこの頃にですね、すごいぞテープというものを作るんですよね。このすごいぞテープというのはですね、まあアマチュア時代に久保田さんがデモテープですよね、音楽業界にこう配る、よくミュージシャンがね、あの当時だとこう自分で作った曲とか自分の歌唱力というものを評価していただきたいということで、デモテープを焼いて業界に持ってってぜひ聞いてくださいみたいな感じがあったんですけども、まあそういったね、まあそのデモテープみたいなのをね、作ってたんですよね。それはね、まあ音楽業界の方がこう流通してるということでね。そして大学卒業後、音楽プロデューサーとしてキティミュージックとの作家契約で音楽業界に入るわけでございます。そうなんですよ。だから最初作家契約というかね、プロデューサーというか、まあそういったところで入るわけなんですよね。で、1980年代にはですね、まあその20代というね、本当大学卒業して20代というこの若さでですね、アイドルとかに楽曲を提供してたわけなんですよね。例えばですね、先ほども言いました田原俊彦さんね、中山美穂さんとか小泉京子さんとか、そして鈴木雅之さんなんかもね、提供してるということでね、あと荻野目洋子さんとかね、あとトンネルズとかね、まあそういった方にもね、こう出してるわけでございますけどもね。で、特にですね、やっぱ1985年から93年ぐらいまでいろんな方に楽曲提供してるということで、だからやっぱ最初はね、まあ作曲家というかプロデューサーとか、まあそういったね、位置に立ってたわけなんですよね。でですね、90年代に入ってからもですね、まあそのいろんな方にですね、TOKIO とかね、それこそ森高千里さんとか、まあ MISIA とかですね、山田優さんとかケミストリーとか、まあいろんな方に曲書いてるということで、やっぱその作家としてもすごいやっぱリスペクトがあるっていうのが、久保田さんのやっぱ音楽のね、可能性かと思いますけどもね。はい、そういうことでですね、1986年、6月21日に、シングル失意のダウンタウンでメジャーデビューするわけでございますけどもね。はい、ここでメジャーデビューするんですよね。で、同年9月にはファーストアルバムをね、リリースするわけでございます。そして同年12月はですね、セカンドシングルタイムシャワーに打たれてをリリースするわけでございます。このね、タイムシャワーに打たれて僕大好きなんですけどもね、これね、YouTube とかね、今上がってんのかな、夜のヒットスタジオという昔の番組でですね、このタイムシャワーに打たれてをね、久保田さんが歌うんですけど、その時のね、メンバーがめちゃくちゃ豪華でですね、ブルーハーツとかね、ブルーハーツもいたし、井上陽水さんとか、吉田拓郎さんとか、田原俊彦さん、まあ、いろんな方がね、こうミックスにそれぞれこうね、ワン小節だけこう歌って歌い回しするみたいなね、まあそういったね、ことでね、すごい豪華なメンバーがね、集まった神回と言われてる回にですね、まあ久保田さんもね、登場するんですけどね、やっぱね、あれ見てて思うのがね、やっぱ他の歌手ももちろんそれぞれの個性があってすごいんですけど、久保田さんのね、タイムシャワーに打たれてなると、一気になんか空気感が変わるというか、世界観が変わる。まあやっぱその歌唱力もありますし、そのグルーヴ感もあるから、やっぱいきなり変わってくみたいな感じでね、すごいやっぱりその存在感をね、大きく出してたわけでございます。はい、そして1987年の4枚目のシングル Cry on Your Smile でシングルチャート最高8位を記録してブレイクするわけですね。ここでブレイクするわけでございますけどもね。そして1988年に5枚目のシングル You Are Mine がですね、フジテレビ系ドラマのですね、君の瞳を逮捕するというものの主題歌になったわけでございます。ここからですね、ザ・ベスト10とか、まあいろんなものにこう出てですね、結構メジャーになっていくわけでございますけども。そして1993年にですね、拠点をニューヨークに移すわけなんですよね。すごいね、もう93年もうデビューしてちょっとでもニューヨークに行くっていう、やっぱ音楽の可能性をやっぱりどれだけ信じてね、まっすぐやってきた方かっていうのが分かるわけでございますけどもね。そして1996年、ちょっと飛びましたけどもね、メジャーデビュー10周年の時にですね、あの名曲ラララララブソングを出すわけでございます。ナオミ・キャンベルとデュエットしたラララララブソングがね、フジテレビのロングバケーションというね、ものの主題歌になるわけでございます。このロングバケーションというものがね、本当にやっぱこのドラマっていうものも素晴らしいし、このラララララブソングもめちゃくちゃ素晴らしい。ロングバケーションってロンバケ現象っていう風にね、言われるようなね、まあその社会現象が起こるぐらい、月曜日には OL がもう姿を消すという風に言われてるぐらいね、あのキムタクのドラマにめちゃくちゃこうね、世間がのめり込んだ時期なんですよね。そしてですね、まあそのドラマの主題歌ラララララブソングにね、合致したことによってこうドカーンってやっぱ売れるわけでございます。ちなみにですね、このラララララブソングのね、ラララってなんかすごいおしゃれじゃないですか。何の意味なんだろうなって言ったらですね、久保田さん出身の静岡県のね、地方の方言にね、あの何々ラーってこう言うらしいんですよ。あの静岡の方はね、その方言として、でその何々ラーのラーを取ってラララララブソングっていうね、まあそこ全然想像つかないですよね、この曲からね。まあその方言っていうのが全然想像つかないわけでございますけどもね。そしてこのナオミ
ニー・キャンベルさんというのはですね、同じアパートでね、いて偶然会って曲を作ろうということで意気投合したわけなんでね、これもすごい巡り合わせでございますけどもね。はい、そして2004年にですね、アメリカのテレビ番組ソウルトレインってこれめちゃくちゃ有名なんですけどね、出演するわけでございます。日本人アーティストとしては YMO に次いで2番目ということでね、やっぱすごいですよね。ソロアーティストとしては初出演になったわけでございます。はい、そして2010年6月にはですね、ラブレイン、恋の雨がね、また、キムタクのね、主演の、月の恋人というね、もののこうドラマの主題歌になってね、またオリコントップ3入りを果たしたわけでございます。だからドラマの主題歌とか結構多いんですよね、久保田さんって。なのでね、まあこういった意味でこれからもどんどん今もね活躍してってるわけでございますけどもね、やっぱ最近の曲なんかも僕大好きでございますけども、やはり久保田利伸さん、本当に類まれのないこの素晴らしい才能、そしてグルーヴ感、そして歌のうまさ、まあこういったものがね、いろんな方たちを違う次元に連れてってくれるのかもしれないですし、新しい音楽の可能性というものもこれからどんどん期待をしていきたいというふうに思わせてくれる素晴らしいアーティストだということでございましてね、これからも皆さんぜひね聞いていただきたいなというふうに思います。ということで皆さん、コロナウイルスにはぜひくれぐれもご注意して、楽しい週末をお過ごしくださいということで、以上です。今日もありがとうございました。